町づくりラジオ時刻は19時になりましたまちづくりラジオの時間ですパーソナリティは私荒垣と申します荒垣義宗と申します荒垣義宗でございます えー、音楽はビーズが大好きなので BGM はあの「太陽の小町エンジェル」がオープニング BGM で流れています年齢は来週の来週誕生日なんですけども来週の誕生日で30歳になりますはいあのクリスマス前の12月21日が誕生日なんですけども、はい、僕は毎年誕生日はですね とある24時間営業のネットカフェがありましてそこが誕生日特典として誕生日の前後3日間の間に来店したら、えっと、1回だけあの24時間ネットカフェの利用が無料になりましてさらに食事も3回食べることができるんですね食事も3回食べれるのであの24時間の間にあの朝昼晩と食べることもできるので。 はいすごいサービス、すごい結構お得なサービスなんですけども、僕、誕生日がの21日なので、この前後3日間との1回というこのサービス期間、あえてわざと24日に、あえてクリスマスイブの24日に毎年行ってるんですよ。あえててクリスマスマイブににネットカフェに行ってみるという はい、サービスなのであえてクリスマスイブにネットカフェに行って孤独を味わうという、はい、孤独を楽しめるタイプなので、はい、僕、一人旅にも好きですので、はい、あツイキャスよりりコメントい,ただいております、えー、ツイキャスネームルドルフさんより、えー、とそ,のかそのネットカフェお得ですねとそのネットカフェお得ですねとコメントをいただいています,そうなんですよとてもお得ですよね。 はい、24時間利用のうち食事3回なので食事が一つどん一番高いの頼んでも一番安いの頼んでもどれでもいいので一番高いのが700円ぐらいだとすると700円る3回で2100円で24時間の利用はもう何千円かすると思うので合計3 4千円分ぐらい無料になってるんじゃないですかねすごいですよね一番高いものも全部無料3回できるのではい。 でもさすがに今24時間はいないんですけどもはいまあ今年のはい今年のクリスマスイブもこのネットカフェに行こうかなと思ってたんですけどもはい孤独を味わいにクリスマスイブにネットカフェいるぜと思ってたんですけども今年はですね僕の大好きなアナウンサーさんが僕の好きなアナウンサーさんがですねクリスマスイブの日に。 公開生放送するのであ、あのラジオなんですけども、僕の好きなラジオのアナウンサーが、女性のそのクリスマスイブに公開生放送するので、ネットカフェに行かずに、今年はそこに行く予定なんですけども、そこで、ャーって、キャー本物だって、はいは、ツイキャスより、ツイキャスにもサクサクさんよりコメントいただいております。福山雅さんこんばんこばはと コ FM コーズアのノ FM トークンというわけではいというわけで、まあ、オープニングトークは以上になりまして、えー、この番組はあの「まちづくりラジオ」という番組なので、えー、といろんな街の話題をお届けするんですけども今日はですね、えー、と事件や事故に、えー、と会われた方に対してあの経済的支援や精神的支援を行うあの被害者支援にまつわるお話をいたします。 はい、事故や事件に遭われた方への被害者支援についてお話を今日はする予定です。ということで今日のメッセージってちょっとお堅い話なんですけども被害者支援に関することでメッセージをお待ちしております。はい、もちろんあの「こんばんは」だけでもメッセージいただけると嬉しいので「こんばんは」だけでも、はい、いただければ嬉しいです。ツイキャスネームサクサクさんより「おたおめ!」とコメントいただきおりましたけど、はい、ありがとうございます。あえー、と誕生日は 12月21日なので、えー、とあと何,何日後かですかね、水曜日ですね、今度の。今日は日曜日なんですけど、今度の水曜日、誕生日でございます。ありがとうございます。えー、とメールアドレスはですね、メールアドレスが 761-fmcoza.jp、メールアドレスは7 6 1 f m k o z a j p でございますので、また、あの、 インターネットでツイキャス配信も行っておりますので、FM 講座のホームページからツイキャス見ることができますので、そちらのコメントもお待ちしておりますということで、ここで一旦 CM になりますので、CM どうぞ。 チャンチャカチャカチャン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 チャカチャカチャカチャンチャンチャンチャカチャカチャカチャン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 あらかきの謎かけトーキングはいえ本日は謎かけをお話ししますよ謎かけいきますよクリスマスなのでサンタさんとかけまして プロポーズと説きます。その心はどちらも真っ赤なお花がアシストしてくれるでしょう。はい、意味わかりましたかねサンタさんと書きまして、プロポーズと解きます。その心はどちらも真っ赤なお花がアシストしてくれるでしょう。ということで、はい、はい、サンタの真っ赤なお花といえばトナカイで。 プロポーズの真っ赤なお花といえばあのフラワーの花束のことですねということで書けたんですけどもあと一ついやあと一つ謎かけしましょうねいきますよまたクリスマスとかけまして空手と解きますその心はどちらも聖夜聖夜聖夜でしょうはい クリスマスマをかままして空手届きますその心はどちらもせいやせいやせいやということでございます今日のボケるコーナーは以上でございますというわけではい、ボケるコーナーでございましたよはい、えー、っとツイキャスよりコメントいただいております、えー、っとツイキャスネーム、えー、っとチャラサンタ AKB ファンさんより「よよ,よ、よ、こんばんチーズよ!」ってこれは FM 講座の有名リスナーの AKB さんですね こんばんは、チーズってコメントいただきました。FM ズの有名リスナーの,あの忘年会でご挨拶させていただきました。はい、忘年会で一言、あ、AKB さ, AK さんですかって、はい、ご挨拶させていただきましたけども、はい、こんばんは。えっ、ー、と、またツイキャスネームより、ツイキャスネームサクサクさんよりコメントで、せ、はいや、せいやと。ルドルフさんよりもコメントで、せいや、せいやと。 はい皆さんセイアウトをとたくさんコメントいただいております。ありがとうございます、はい。というわけで、ちょっとボケるコーナーはここで以上で、今日はちょっとお堅い話で、あの被害者支援のお話をしますので、ここから、こっちらがちょっと、はい、お堅いテンションに戻しましょうね。というわけで、えー、今日はですね、えー、っと、あその前に、えー、っとあ、チャラサンタ AKB ファンさんより謎かけありましたので、チャラサンタ AKB ファンさんの謎かけをご紹介しますね。整いました 一人のクリスマスとかけまして恋人とのクリスマスと解きます。その心はどちらも空いているでしょう。とコメントいただいております。はい。あこちらはちょっとあのこの空いているでしょう。皆さん分かりましたかね一人のクリスマスとかけまして恋人とのクリスマス。どちらも空いているでしょう。ちちょっとこちらの,あの漢字 で表現するとあの一人のクリスマスがあの空っぽの空いているで恋人とのクリスマスがえっとお相手がいるでしょうの空いているでしょうではい次キャスネーム AKB ファンさんよりはい謎かけいただきましたありがとうございますとてもとても素敵な素敵素敵というか素敵とてもうまいはいまあ恋人とのクリスマスの方は素敵ではい謎かけありがとうございます AKB ファンさんというわけではい でえー、っとですね今日,の、えー、今日のお題は、今日うのフリーじゃなくて、きょうの町、えー、のお話題は、ですね、えー、っと事件や事故の被害に遭われた方に対して、えーっと、経済的支援や精神的支援を行う機関は全国にありまして、私たちもそのような機関を通して寄付をすることができますという、はい、寄付をして被害者を支援すしようという試みをちょっと紹介いたします、町の話題。はい いたしますよ。で、まず、えー、っとですね、被害者支援のお話をする前に、えー、っと、全国ではたくさんのあの犯罪、交通事故や犯罪が多くあるんですけれども、まずあの交通事故を除いて、でも、あの犯罪はですね、四十七都道府県の合計では毎年百万件以上、毎年犯罪が百万件以上あるんですね。こちら統計は、の、えー、っと、警察署、こちら、あの全国の。 あの警察機関が警察機関の発表で全国で毎年100万件以上の犯罪が行われておりましてこれは交通事故を除いての犯罪なのでとても多いことになっていますのでそこで沖縄はどれぐらい犯罪が毎年あるのかなど調べたところ沖縄ではえっとか悲しいことに3年連続で毎年1万件近く沖縄での犯罪は交通事故を除いた犯罪は3年連続沖縄では1万件近く発生しております。 そして犯罪にも殺人や強盗といった凶悪犯という分類もあればあのセクハラや売春といった風俗犯という分類がありますので、えー、さらにこの1万件の犯罪の内訳を紹介しますとですね、はいえー、1万件沖縄では毎年1万件犯罪があるんですけども内訳を紹介しますと,、えー、とまず凶悪犯凶悪犯はえどういう犯罪かというとあの殺人、強盗、放火、強姦などあの人を殺めてしまったり。はい あやめなくても強姦でも,もう人の心をもう相当強姦は人の精神的ダメージが相当な犯罪でしたねこれも凶悪犯に分類されておりまして沖縄ではこの凶悪犯が、ま、この1万件のうち毎年70件70件1万件のうち70件と考えると少ないなって感じる数字のトリックがありますけれどもこれを毎日に週に計算しますと沖縄では 5, に5日に1回、はい、5日に1回は 殺人や放火、強姦レベルの凶悪犯罪が5日に1回は沖縄では発生しております。はい、で、疎、え、亡、ー、犯、疎亡犯というのは、あの暴行、傷害、脅迫、強喝、狂気、準備、集合の疎亡犯は、えー、沖縄では毎年800件近くありますので、800件近くあるということは、えー、と毎日2件以上、毎日2件以上、疎亡犯、暴行、傷害、脅迫の疎亡犯が毎日2件以上発生しております、沖縄では。 そして、えー、3つ目に、人のものを盗む窃盗犯、人のものを盗む窃盗犯は、沖縄では、えー、毎年7000件以上、はい、この1万件のうち7000件が窃盗犯ですので、沖縄、沖縄では10分の7が窃盗犯ですね、沖縄の犯罪の。はい、7000件ですね、とても多いですね、毎日20件以上発生していることになります。毎日20件以上、窃盗が発生しています、沖縄で。これも悲しい統計ですね。 この窃盗には住居侵入も含まれますので悲しいですよね。怖いですよね。はい。で、えっ、ー、と最後にあ、えー、の風俗犯罪ですが、まあ、最後には、えー、風俗。犯罪は風俗。犯罪とはあの見せ見せ。おじさんだったり、みせみせおじさんだったり。えっ、ー、とセクハラ売。売春や売春行為など性的な犯罪がの他に賭博行為など、あの控除えー。両族に違反するのが、これは毎年100件近くなので。 100件なので、えー、と3日に1回ほど、100件なので3日に1回ほど買収や賭博などの犯罪が沖縄では発生しております。というわけで、こんなにたくさんの事件が沖縄でも毎日起こっているんですけども、はい、これはあくまでこの1万件毎年1万件というのはあくまで交通事故じゃなくて、交通事故を除いて犯罪の件数が1万件なので、それプラス交通事故も合わせたらたくさん、たくさん被害がありますので、はい、たくさんの ることになりますで、えー、とこの事件や事故の被害に遭われた方に対して経済的支援や精神的に支援を行う、えー、と機関がですね沖縄にもありまして、えー、と沖縄で,ではですね、えー、と那覇市の,あの、えー、と旭橋駅のところ近くにですね旭橋駅の合同庁舎の方にありまして、えー、と団体名がですね公益社団法人沖縄被害者支援優位センターという機関があります。はい 公益社団法人沖縄被害者支援ユイセンター、はいえー、っとこちらのユイセンターという機関はですねあの沖縄の警察機関であります、えー、公安委員会から指定,指定任命を受けておりましてあの被害者支援を適正かつ確実に行うことができる機関として、はい、沖縄公安委員会から犯罪被害者など早期援助団体にも指定されておりまして おりますので、えーとね、事件や事故を取り扱った警察が被害者の支援が必要だと判断した場合は、はい、この被害者の方たちとの同意を得てこの優位センターを紹介し合うこととして紹介すると、はい、指定されております、はい、このセンターではですねあの精神的身体的経済といったさまざまな要因を支えるためあの、えー、と電話相談だったり被害に遭われた方の電話相談のほか 直接来館して面接でのカウンセリングや、えっとはい、被害に遭われた方はもう一人で病院に行くことも困難な状況になっている方もいますので病院や警察、裁判所弁護士事務所など各種いろんなところに付き添いに行く支援なども行っておりましてまた、えー、とこのような付き添いのほか被害者などの要望に応じて必要な物品など必要な物品なども提供するほか あの同じような被害に遭われた方々との交流場所を提供するとい,ういった支援も行われております。はい、で、えー、このセンターを利用した方の,あのコメントではですね、えー、コメントでは、えー、っと同じ悲しみを一緒にさ話し合える人がいるだけでとても支えになるといったコメントもあるため、はい、センターを利用した方は、はい、同じ悲しみを一緒に話し合える人がいるだけで支えになるというコメントもあるため この,この機関はですねあの経済的な援助以上に、はい、とても心の支えの場所としてこのようなセンターはとても存在意義が大きいのではないでしょうか、はいね、とても存在意義が高い機関ですよねこの期間機関はそしてです、ねはい、このような機関を紹介した後に私たちもこのような機関,をこのような機関は非営利団体ですので予算にも限りがありますのでセンターでは 寄付を受け付けていますので私たちも寄付をすることができますこのセンターを通じて。はい、で、えーとはいこ,のはい、このセンターがこの被害に遭われた方々の精神的だ経済的な支援を弁護士さんの費用だったりカウンセリングだったりそういったのもありますので私たちのこの機関へ寄付の方法はやっぱり代表的なのがあのホームページなどを通した振り込みなんですけども、えー、と振り込みは、まあ、皆さん できる方は振り込み慣れてる方はすぐできるかと思うんですけど振り込みでの寄付に慣れていない方でも他の方法で身近な寄付の方法を紹介しますと、えっと、沖縄県内の最寄りの、えっと、ブックオフさんブックオフさんありますよね本を売るならブックオフのブックオフさんブックオフさんが、はい、この被害者支援の優位センターと、はい、ちょっと連携しておりましてこのブックオフさんに本や CD などを、はい 買取してもらう際に買取査定金額で買取の金額をそのまま優位センターに寄付をお願いしますとブックオフで店頭で言っていただけるとこの買取金額がそのまま優位センターに寄付されますのではいこのようなはい身近な寄付の方法もありますのでブックオフで買取の時にえこの買取金額は優位センターにお願いしますと言ったらこの被害者支援団体の優位センターに寄付がいきますので。 はい、そのほかにはです、ね、あの自動販売機を設置する会社であります、う、えー、るま市に会社を置きます、ミリオンという会社が設置している自動販売機、ミリオンという会社が設置している自動販売機、おそらく皆さんよく道端で見かけると思うんですけども、あの黄色い自販機です、あの50円の特化品のサイダーが売っていたり、あの100円の商品が、あの100円均一の商品がよく並ぶ、あの黄色い自動販売機のミリオンの自動販売機、あるかと思うんですけども、そのミリオンさんの自動販売機のうち、 えー、全部ではないんですけども、えー、ミニーンさんの自動販売機のうち「笑顔の種」という「笑顔の種」というハ,ハートマークが描かれたハートマークが描かれたステッカーが貼られている自動販売機で飲み物を購入すると売り上げの一部がこの優位センターに寄付されるとのことです。はい、なので、えー、っとこのステッカーが貼られている自動販売機を見かけた際は飲み物を買いながらでも寄付ができるので。えーっと このような自動販売機をやるということを気にかけていただけたらなと思います。はいはいえー、と以上ですね、えー、本日はですね、えー、と事件や事故の被害に遭われた方の支援につながればと思い、えー、とブックオフを通しての寄付や、えー、と自動販売機を通しての寄付もできますよということを皆様に知ってもらえればなと思い、えー、公益社団法人沖縄被害者支援優位センターの取り組みを紹介いたしました。はい、ということで、ここで、えー、と今日のお話を一区切り。 ここで一曲お届けするんですが、えー、とクリスマス前ということでクリスマス前ということであの僕のラブラブネタであります「僕のバカップル」というラブラブ漫談の曲をお届けいたしますどうぞバカップルどうぞ。最近 CM であっちていうバカップルのような歌をっていのような CM あるじゃないですか。僕は、それよりも、もっと、バカップルですので、紹介します。僕はですね、彼女と、じゃんけんをするとき、最初はグーじゃなくて、最初はギューって抱きしめます。僕はね、かくれんぼする人、 この指遠まれじゃなくて甘えんぼする人この胸遠まれってやります僕はめっ子にはいないいないばあってやりますけど彼女に対してはいないいないばあじゃなくいるよいるよほえばーってやりますいいるよいるよよって やりますよ。最近、オリンピックが話題じゃないですか。バカップルは、スポーツにおいても、バカップルをしますよ。一について、用意、壁ドン三段跳びの場合は、ホップ、ステップ、ハーグ。勢いをつけて、ハグしますよ。 サッカーの場合、直接フリーキッスをしますよ。1対1でキーパーと1対1のペナルティーキッスもしますよ。バカップルは今何時って聞かれたら、いつでもお前が大事って答えますよ。月9のドラマは見るもんじゃない。 やるもんだ。さあ、ビューティフルライフをしようぜ。イエスのお枕ってあるじゃないですか。うち二つあるんですけど、イエスのお枕二つとも、いつでもイエスですよ。毎日イエスだよ。結婚と恋愛は別って言う人いるじゃないですか。 結婚と恋愛は別っていう人それなら僕は君と結婚して君と恋愛しますどっちもできて嬉しいぜ古今東西ゲームお題はお互いの好きなところを バカップルは百順いけますよディズニーランドで待ち時間に待ち時間が長すぎて喧嘩するカップルもいるって言いますけど僕にとっては待ち時間もシンデレラという女神と肩を並べるアトラクションです シンデレラという女神と肩を並べるアトラクションですはい、えー、お届けした曲は「僕のラブラブ漫談で」で、えー「バカップル」でしたはいというわけで、ね、クリスマス前なので「ラブラブ漫談」バカップルお届けしましたよということでえー、っと来週の日曜日来週のこの時間は、えー、っとクリスマスなんですけどもえー、っとクリスマス クリスマスマ荒くけあいつは女性とデートしてんじゃねえのと思う方ももしかしたらいるかもしれませんけども僕はクリスマスもこちらに来週い,いる予定ですのでクリスマスも皆さんこちら FM 講座でお会いしましょうということで来週はクリスマスなので、はい、いつもより多めにバカップルネタを準備しようかなと思いますので皆様もツイキャスより、えっと、AKB さんルドルフさんサクサクさんも皆さんバカップルネタ皆さんも バックアップルネタ思いついたらぜひ来週クリスマスバックアップルスペシャルということではいルドルフさんも来週はクリスマスにバックアップルネタ何か投稿してもらえたらぜひぜひ紹介したいですのでルドルフさん AKB さんサクサクさんはい何か来週臭いセリフだったりラブラブネタぜひご協力お願いしますよということでお届けしたのは はい、新垣がまちづくりラジオでした。どうもまた来週。